皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ですけれども、今回は台湾について占ってみようかと思っています。まあ先週選挙がありましたね。で、まあ新しい大統領が決まりました。まあそれによってね、ちょっと今後台湾の影響どうなるのかっていうのを占ってみようかと思っています。まあ台湾有事もね、結構危惧されてますからね、その影響によって台湾有事もどうなるのかっていうのも後で占ってみようかなと思っています。まずはね、今回新しい大統領の影響どうなるのかっていうので、ちょっとまずは見てみたいと思いますね。まあこれはちょっと漠然とした占い方でやっていますんで、まあ最近ね、ちょっと編み出したやり方なんで、あんまり微妙なんですけど。じゃあまずはね、台湾大統領の、影響、どうなるのか、まあいろいろありますけどね。では台湾の、まあ2024年になで考えましょうか。まあ大体大統領がね、変わった影響どうなるのかっていうのでちょっと見てみようかなと思っています。なんかちょっと大丈夫かな。どうしよう。ちょっとね、前回よりもね、悪い影響を与えそうな感じがするかなっていうのが出てるんだよね。今がね、だからコインの8の逆位置が出てるんだよね。これちょっとね、陰湿とか、なんかせっかちとは言えない、せっかちというか、ちょっとね、裏工作っていう意味でもあるんだよね。ちょっとズルして、なんかちょっと大統領になったのかなっていう、まあちょっと言い方悪いけど、そんな感じのカードが出てるんだよね。だってね、ここ、なんか死神も売れてるし、ソードの5が出てるんだよね。なんかこれ、復讐カードだから、結構恨まれてるとか、恨まれてるような感じがするし、ちょっとこの人が大統領になったら、ちょっともう、ちょっと停滞だっていうね、なんか気持ちがなんか結構強い感じが出てるかな。でもだから、過去はね、バランスが取れてたっていう意味もあるし、まあ、ね、前の大統領はすごい安定してたっていうのは出てたけどね。でもね、なんか結局ね、ちょっとね、高飛車になっちゃうかな。それによってだから、ちょっとなんかこれは逃亡カードって言って、ちょっと言い方悪いんですけれどもね、ちょっと現実逃避をしそうな感じがするかな。だからちょっとだから国民もね、だからちょっと昔の方が良かったなっていう気持ちがなんかちょっと芽生えてくるかもしれない。ちょっとね、あんまりいい影響を受けない感じがするかな。なんかやっぱりね、国民はね、もうちょっと真実見なきゃいけないっていうのが出てるアドバイスとして、でやっぱりね、今までのツケがね、回ってくるような感じがするかな。まあ現状維持で生きなさいっていうのは出てるけどね。あんまり欲を望みすぎないでっていうのが出てる。あと、もう隠して、なんかいろいろと政策はね、あからさまにした方がいいっていうのが出てる。だからあんまりね、そういうのはね、隠さない方がいいっていうのが出てるかな。まあ、こんな感じかな。どうしようかな。じゃあちょっと
台湾有事をちょっと占ってみようかなと思っています。じゃあ近い未来で台湾有事どうなるのかっていうのでちょっとケルト十字で見てみますね。まあちょっと今年ね、だからちょっと危ないっていう人もいらっしゃるんですけどね、人によっては。まあ台湾有事になったらね、ちょっと怖いですからね。台湾有事の、まあ、危険性みたいなのをちょっと占ってみようかな。おう、同じカードが出てるなぁ。ちょっとね、危ないかもしれない。なんか結構逆位置ばっかり出てるんですよね。太陽の逆位置が出てるでしょ、幸運に限りっていう意味でしょ。で今マジシャンの逆位置が出てるから、ちょっと陰謀を笑ってるみたいな感じがする。であとカップの3の逆位置でしょう。だからこれ仲間割れとかっていう感じのカードと、あと依存してしまうっていう意味のカードらしいな。でも今はね、だから自分の地位を守りたいっていう、台湾自身をねちょっと守りたいっていう気持ちは出てくると思う。でもなんか突発的なね、予期せぬ出来事が起こりそうな感じがする、近い未来は。まあ、ジャッジメントの逆位置漏れてるからね。結構ね、人のカードばっかり出てるんだよね。逆位置で。で、結局結果がね、セブン、ペンタクルスの7の逆位置が出てるな。だからこれはね、だから実を結べないとか、なんか外部からの悪影響を与えるとか、まあちょっと危険度がちょっと増してくるかもしれないかな。で、ワールドが出てるんだよね。これはね、ちょっと予期せぬね、ことでやっぱり急に変わってしまうっていう、なんか危機感がなんか障害として出てる感じがする。だから大丈夫だとずっと思っていたらいけない感じがする。だから緊張感持たなきゃいけないっていうメッセージが出てるかな。吊るし人が出たからね。これもね、だからカルマカードだからね、だから今までのねツケがやっぱり来てしまうような感じがする。ちょっとね、まあこれはね完全に強いカードではないんだけど、ちょっと危険度、注意喚起として考えた方がいいって言われてるかな。だから突然なんかのアクシデントで、ちょっと変わってしまうかもしれない。じゃあちょっと月ごとに見てみますね。今は1月ですので、まあ台湾有事の危険度、月ごとにちょっと、まあこれ1年なんで漠然としてしまうんですけれども、ちょっと見てみますね。で今年はね、だから大統領選挙が他の国でもありますからね。まあ特に次はロシアですよね。ロシアはどうなるかですよね。で
まあその後、まあ秋ごろかな、アメリカもありますしね。今年はだからね、世界でやっぱり選挙がね、多い年になりますからね。まあオリンピックもあります、なんかね。じゃあ台湾有事の、まあ、危険度1年間の予測でちょっと見てみましょう。でも指針カードがね、ジャスティスが出てるから、法律のカードが出てるからね、まあ食い止めることはできるそうな感じしますよ。だからね、1、2月がちょっとね、やっぱりちょっとやばい、危ない、危ないっていうか、ちょっと気持ちが揺れ始めてるような感じがする。でも4月に星の逆が出てるからね、ちょっとうまくいかないんじゃないかな。でも結局なんか現状維持したいっていうのもあるし、まあ秋ごろちょっとね危ないかな、9月ごろからちょっと暴走してしまうような感じはするかな。でもこれちょっと変化とかのカードなんだよね。だからちょっと危険度は、だから1月か2月で、あとは秋以降がちょっと危ないかな。まあジャスティスだから法律でなんとか、解決できるでしょうみたいな指針は出てるからね。まあどうだろうね。じゃあ最後に、まあ今回決まった大統領のエネルギー、まあ運気的なもの、ちょっと近い未来で見て終わりにしようかと思っています。まあどうなるんでしょうかね。まあこれはちょっとルノルマンカードで、まあ軽く見て終わりにしようかなと思っています。あ、棺が荒れてるね。なんか人から恨まれてるんかな。契約。まあ。変な方向に行くってことではないんだけど、だからちょっと、まあ台湾有事とか、だからこれ今までのものが、なんか培ってきたものが、なんかを実現したいっていう気持ちがなんか強い感じがする。でも結構反対している。だからちょっと台湾有事とかも関係あるんかな。でも契約のカードが出てるからね、ちょっと怖いんだよね。でも棺が出てる。だから自分がちょっとね、停滞してしまうという意味のカードでもある。でも結局なんかね、現状維持したいんだけど、結構、国民から結構反対が出るんかな。ちょっと、まあ言い方悪いけど難しいかな、今回。まあ、あとはね、国民がきちんと立ち上がらなきゃいけないかなとは出てるけど、まああくまでね、ちょっとご参考までにお願いいたします。まあ1年間でね、ざっと占ってみたんで、まあまたね、タロットって近い未来見るのがね、やっぱり得意なので漠然と出てしまうんで、またね改めてね、半年ぐらいに占えたらと思います。まあいつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。